さあ、それではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。さあ、今回はエメラルダ地を中心に調べていきたいと思ってます。さてと、洞窟はもう調べてあるから、この怪しげな教会がたくさんあったところを調べつつ、西の方、うん、これはコログだね。とりあえずスタンプにしておいて、怪しげなここ、うん、この辺りは結構頑張らないとダメっぽいな。これはヘリコさんにちょっと手伝ってもらう必要があるかな。高さ的にはルチマーコーチと同じぐらいだね。ここに祠があるかもしれない。うん、かもしれないだからね、一応。うん、そして怪しげなここ、怪しげではあるけれど、ここ坂がずっと続いてるから何もない可能性も高いかも。うん、お、ここが世界の橋、なるほど。よし、じゃあとりあえず近いところやっていきましょう。うん、よし。お、なんかこうしてみると広い。とりあえず55役の前にどうしようかな。車出しちゃおっかな。ソリ、ソリの場所いつも忘れる。どこじゃ。いや、そっちじゃない、トゲックスではない。うおー、滑ってく。よし、出発。うん、さあまずは橋まで来て、今のところこの下はよく調べたとはちょっと言えないのかな。うん、後で調べるとは言ってたけど、まだちょっと調べてません。うん、いくつかフロアが分かれてるから結構大変そうだよね。というわけでよ、なかなか晴れ晴れとした雪山、気持ちいい。謎恋はでもこれはコログではないだろうな。うん、この角度から見て何かありそうにはないな。とりあえず目指すはあのちょっと小山かな。お、か、カバンダくん、遠目からでもわかるカバンダくん。確かにああいうところに看板があったら目立つには目立つけど、まず人が来ないっていう。でいい、お、なんかあるぞ。うん、支えてるね。シンプルな形状だし、前に倒れ込むということは起き上がりこぼし。起き上がりこぼしというと空中で支えることができるという。うん、2個もあるけど何かできるかな。起き上がりこぼしをさ、お互い反対にしたらどうなるんだ。ピタッ。あー、なんか変になった。変になったけどちょっと確かめてみたい。魔法の杖。おおおおお、なるほど。おお、今すごくね、せめぎ合いが行われてるはず。僕が起き上がるんだ、いや俺がー、みたいな。なるほど。
で、これをこうつけてみる。おお、なるほど、バランスが取れるようにはなるんだね。うん、なかなか面白い。これをさ、普通に考えると、ん？この状態で起き上がりこぼしをここに置いとけばいいのかな。そうすれば、あ、どっちかっていうと、ん？あれ？よく分かってない。まさかの俺、よく分かってない。起き上がりこぼしをお互いこうやってつけて、こういうところに支えるってこと？うん、なるほど。前やったみたいに空中でっていうのはこれでできるのかな。起き上がりこぼしが起き上がろうとする力を使おうとしたらこうかな。でもこれだと起き上がりこぼしくんがこうカバンダくんの方向にグッと行っちゃうので、それじゃダメか。結構こういうの考えるの難しいんだよな。分かる人にはすぐ分かるんだろうけど。うん、とりあえず前の方に、あ、カバンダクの方にはさ行かないようになってない。ん？どうなんだろう、なってないのかな。今までさ、カバンダ君の方にこう、うおーってやったっけ。やったような気もするけどな、どうだったかな。ちょっと興味が、あー、つけるところ、あちょっと思ったよりか勢いよくいったなって。うん、えい、下がずれるよね。そうだよね、わかるわかる、面白い。これで、これはこれでちょっと支えられそう感があるのがいいね。どうにかカバンダ君の方にバチーンといけないかな。それはまた別の機会にやるべきか。カバンダ君がそもそも、なんていうか、そろそろ数が減ってきてるんじゃないかなっていう気もするけど。うん、逆に起き上がりこぼしがあると、そっか、タイヤとかみたいなもので向こうに、これだ、普通にこれだ。いや、これはいいんだよ、これはわかるんだよ。何かもうちょっとなんかやりようがないかなっていう話だから。うん、そう考えるとなかなかっていう。タイヤを使ってさ、この看板をこっちに動かすとかできないかな。それか、これをこうピタッと、おお、思ったよりか、反動。ふう、あ、外れてよかった。おお、とりあえずこっちは起動しておいて、うん、すごい、なんていうか絶景ポイント。手を離してみて、うん、ここまではよし、立ってる。ここで話しかければいいところを、おお、すごい、支えてないのにカバンダ君の方に行かない。驚いた。カバンダ君の方にはこの看板が倒れ込まないようになってるんだ。うん、なるほど。待って、どこ行った？お、やばい、物がなくなった。遺跡編はあるけど、たった今すっ飛んでった。俺の看板がなくなった。
まあでも実験できたからよしということにしておこうかな。これでなんとかならないかな。ぬ、意外とウルトラハンドが高さの問題かな。おっとっとちょい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 、なんか変なところにリンクが挟まった。これで支えるは無理じゃろ。一回バランスとかしないとさすがに。どうにかなあれ。うん、重さでなんとかなるんじゃないかなっていう。またまた、ちょっとタイヤのさ、その円にね対してしっかりと挟む。いけるか、いけそうか。おー、手を離してみて。はあ、あー許されない、これは許されない。もっとしっかり寄せておけばよかった。うん、なんかいけそうだなと思ったけど、そのなんていうか爪が甘かった。もっとグッとね、ん？グッと、あー意外と、おー、しっかりそのなんていうか寄せたい。あ、いけるやん？ん？あー倒れてく。起き上がりこぼしが必要か。そっか、ちょっとだけ傾斜があるからタイヤがダメなのか。うおー、グリグリぬー。さっきこれじゃダメだな。あー、なんか大変なことになってる。あ、うわ、これは絶対いけないでしょ、無理でしょ。だよね。あー間に合わなかった。くー残念だ。しょうがない。起き上がりこぼしを出すかな。タイヤを回転させてっていうのはちょっとさすがに無理があるだろうし、これをカバンダ君の方にやってもきっとこうやってねつるっと滑っていっちゃうだろうから、これは諦めよっかな。なんかタイヤの形おかしくない？あれ？俺そもそもこの設計おかしくない？嘘、今の今まで気づいてなかった。カバンダ君でずれたのかなと思ってたけど、そもそもなんか設計がおかしいじゃんこれ。やば、ありがとうカバンダ君。カバンダ君のおかげでこのなんていうかおかしいことに気づけた。こ、うん、うん、こうか、なんかおかしくないか。ん、そこにつけてあるの、なんかもうちょっとガイドっぽいとこにつかないか。あー、そういうもん。なんか場所おかしくない？意外となんか作るの難しくないかこれ。今の今までちょっと考えてなかったけど、こんなつけ方してたの？もうちょっと外側につければいいのに。どっちかっていうと、ああどっちかっていうとこうかな、わかりやすいというかガイドが。ん？そもそも高さが問題なのか？どれだけ雑な設計してるの？なんでこれでいいと思ったんですか？もう逆にその奥行き感がわからない。あ、うん、いけるか、いけるか。これはこれでさ、なんていうかその幅がちょっとなんかおかしくないですか？でもさっきよりかはマシかな。でこれをこうして
こうじゃ。うん、ちょっと今カメラが斜めになってしまった。このさあ、ブループリントに登録されるこの画像、これをね綺麗にするの難しい。かっこつかない。どうせだったら斜めにつけるか。斜めというか、でもねこれ登録された状態の向きでさ、多分呼び出すのが変わるから、あの上から見下ろすのは諦めてまっすぐつけたい。こうかな。よし。ちょっとかっこ悪いけど、ぬわこれね、どうしてもこの画像をさ綺麗に残すのがなかなか難しいのよ。あこれまっすぐ下げるの難しいんだよね、ブループリントっていうかウルトラハンドの角度的に。だー、斜めってる、気になる。いや別に今気にすることじゃないんだけどさ。難しいですね、逆に。逆にっていうか普通に難しいっていうか、どうしてもウルトラハンド若干こうカメラがこっち側に流れてしまうので、こうかあー、今度はちょっとね、もともとのはトゲックス、意外とこの角度とかよくできてるな。けどこれダメなんでね、設計的によくよく見たら全然ダメじゃん。はい、じゃあこれで、まあかなりちょっとあれなところがね分かっただけでも嬉しいなって。これをなどうにか頑張ってタイヤだけにしようかな。耐えられるかな、この看板がどれだけ重いかだよね。若干だけこう左側に、これぐらいかな、いけるかな。はあ、ああよかった、最初のハンドよかったじゃん。この真ん中になんかいけそう感があったからついやっちゃったけど、実にシンプル。よかったよかった、車も回収できたし。はーい。なんかいきなり何もう夜になってるなって感じがしたけど、ん？あれ？そうだ、ここが最後の看板だった。なんだって、嘘、カバンダ君終わりなの？ついに全ての看板を立て切ることができたぞ。ありがとう、これも君のおかげだよ。えのきだ社長じゃなかった、看板を立たせるのにこんなにも協力してくれるなんて。君もえのきだ社長かなり崇拝しているということだね。まあ僕にはかなわないけれどね、どういうマウンティング。そんな君にとっておきのプレゼントをあげるよ、きっと気に入ると思うよ。カバンダお手製の生地、カバンダの描いたエノキダがあしらわれたパラセールの生地として使えそうな丈夫な布。ああ。よし、市から村に帰ってエノキダ社長に報告だ。ガーン。最後のエノキダ、いや、違う。カバンダくん。いや、実際最後のエノキダ社長でもあるんだけど。なんだって。こんなにまだ、調べてないところあるのに、建てられるところいっぱいあるでしょ、もうちょっと。なんかちょっと寂しい。まさか、カバンダ君に終わりが来ると思わないじゃん？しかもこんなグダグダで。カバンダ君の方に絶対倒れ込まないっていうのを、前もね、ちょっとやったんだけど、今回のでかなり確信を得たい。ちょっと面白いことができそうだなと思った矢先に。はい。というわけで俺のカバンダ君、聞こう。おしまい。
残念、残念だけど、いつか終わりは来るってことだね。じゃあ出発。さっきまで夕焼けだったのに、なんかあっという間に夜になったなと思ったら、カバンダ君自体がもう終わりっていう。なるほど、いつか黄昏は来るもんだねっていう、そういう切なさを感じます。あるじゃん普通に、ほこら。全然気づいてなかったっす。だいたい思った通りだね。あ、でもここまで行けるかちょっとわからんな。今のカバンダ君だけでめちゃめちゃ時間かかっちゃったから。何かありそうで何もない。お、ん、あれはまだ行ったことがない。ゴーレムと魔物たちがいる。ちょっかいを出しに行きたい。あそこにおそらくお宝があるはず。あ、見えるね、ここだね。しかし低いな場所が。あれ、ん、びっくりした。あの建材はカバンダ君用ではない。わあ、ヒノックスが普通にいる。え、あれ、いいぞ、持ってっちゃおう。えい。結構立つよ。あ、ちゃんと目に当たるんだ、すごい。うおー、あー、俺のな、何この子、名前がないよ。そういえば俺の大きいタイヤくんが、ビリ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 トパーズ、トパーズ、どこだっけ宝石。普段料理ばっかりしてるから宝石の場所がわからない。ふん、当たんなかった。いて、あれ、今すごく目の、あの前に走ってこなかった。おお、怖っ。当たらないもんだな。ん、カチンカチンってなってる。ああ、いけた。あ、カチンカチンってなったのは、そうか、味方の攻撃か。なんかちょっともうちょっとなんていうか、ビリビリみたいな、そういうなんていうかリアクションが薄いっていうか。まあ勝てたのでよし。しかし結構当たりづらいもんだな、せっかく作ったのに。剣とか槍でつついた方が全然楽だったね。判定が大きいっていうのもちょっと嬉しい反面、当たりづらくなってしまうというところもある。なるほど。というわけで、いただいたばかりの美味しい。そういえば今回はね、実はこれ火炎の服を着てます。結構モコモコとしてあったかそうなんだよね。色は、なんていうのかな、紺色っていうか、なんていうんだっけ、わからない。とりあえず紺色に変えておいた。ルビーの頭飾りとかはね、染め上げることはできないんだけど、まあ染められても困るからこれでいいかなみたいな。まあそれはそれとして。ああ忘れてた、とりあえずスタンプ。よっ、賢者たちの攻撃もかなり効いてましたね。そっか、さっき落としたやつ。よし、ここでつつましくイチゴを食べて生活してたヒノックスくんが
リンクにしばかれてしまう。かわいそう。おお、ギャー、なんか俺キツネには甘いよなって前々から思ってたけど、意外とキツネ推しかもしれない。しかし弱肉強食実は今ちょっと当たらないだろうなと思ってやりました。激甘。おかしいなあ、なんとかダチョウとかはバシバシ射抜くのにな。お、ダチロク発見。ああ、なるほど、怪しいと思ってたところ。うん、さてと、エメラルダ地まだここまでしか進んでませんが、あの氷塊があったところは見に行くべきかな。高さで考えたら、うん、ベリル雪原とつながってるところではあるんだね。でもここからここまではやっておきたいよね。うん、何かありそうだが何もない。ぬ、狼、狼相手には容赦しないかわいそううりゃー、ふう、エリ好みは良くないよねって思いながら。でもさ、狼俺のこと襲ってくるじゃん。あれ、でも襲ってこない。あ、でや、しかも実際襲ってくるので、めちゃめちゃあの獣に対してそのなんていうかひどい襟好みをしている気がする。でもそういうのってあるよね多分。これもハイラルのため。よっ、いや、さすが大きいタイヤ、ガンガン登っていける。くっ、頑張りだけに対して遠慮したせいか、うまいルート取りができなかった。しかしこれは厳しいな、さすがに。仮に登れたとしてもリンクがね手を離すだろうなと思ってた。よし、じゃああとはユンボアタックでガンガン行くかい。あー、やばい、やばいやつ、やばいやつだちょっと待って、あお戻ってきた反動でなんか今日はなんかよくわかんない、その、あ、あ、俺のタイヤがそういえば食べるんだったね、やられた。おお、地味に攻撃力ある、すごい。よっ、ゲルドの槍、ゲルドの槍は火力はすごく高いので、よし、よくよく考えたら魔法の杖が2つもいらないよね、頂上でいいじゃん。ほい、よし、哀れ、タイヤがなくなってしまった車くんだが、高低差が激しすぎてな。とりあえずここは遺跡編っぽいけど、一応ここを通りつつここにダーンと行きたい。そして大きなタイヤ、ブループリント復活。お、いいね、ちゃんとブループリントで登録した通り正面向いてくれる。うん、こうしてみるとさ、やっぱりそのタイヤのつけてあるところなんか浮いてる感じになってるね。接着剤でなんていうか、その
ある程度ごまかされてるけど、軸とソリ全然なんていうか触ってないじゃん。うん、高さもこうやって見るとなんか結構なんか違う感じがする。うん、まあでもそのなんていうか動いてるから OK かなって。うん、この軸の部分がさ、たわむっていうか、なんていうの、サスペンションみたいな感じ、サスペンションで合ってるよね、あれみたいな感じ。うん、いいなと思う。よし、じゃあここは例のあれで問う。実際エコ、じゅわー、おお、敵が入ってた、しまった、うわー、えい、なあ吹っ飛ばされてしまう。いいぞー、あ、これは時間かかるな。でもこうやってくっつけてるのが一番早いよね。おおおおお、ああしまった、敵だ、ここ敵ばっかりじゃん。なんか前作にもこういう場所あったような気がするな。地道にダメージ与えていく。囲んで棒で叩かれている、ちょっぴりかわいそう。じゃあせっかくだから上の人も起こしてあげよう。この起こされた魔物たちってさ、赤き月で復活するのかな。おーっと、意外と早い早い。あ、すごい、押していけるんだ。ウルトラハンドの方が全然弱いかなと思ったけど、おー、めっちゃ押せる、面白い。あと一箇所ぐらい氷塊があったかな。じわー、く、なかなか難しい。いいぞー、こういうさ、なんていうか非効率的な楽しみ方ができるのがまた、お、相手が岩を取ろうとするのが邪魔できる、すごい。ちょっと待って、焚き火すごくない？焚き火というか薪というか。じゃあこの中にも敵が、おーおおじゅ便利すぎてすごい。全然そのなんていうか非効率的なのにめっちゃ楽しいんじゃん。あーっと、危ない、セーフ。ふう、結局なんていうかコログとかでは全然なかったね、何もないな。うん、まあいいか、せっかくだからつららもらっていこうかな。あ、つららじゃなくて氷だ。お、結構かわいい。うん、あの子たちもかわいそうだからモリブリンと同じところに送ってあげよう。おー、元気の、元気がいいよ。あら、意外と射程距離が。あ、よし、火力でなんとかなった。うん、ひとしきり楽しんじゃったな。あれ、こういう布ってん？あったっけ？なんか眺望台のシルエットがなんか普段とは違う？それとも何か埋まってるってことがアピールされてる？やっぱり眺望台にもコログいるのかな？眺望台の上に乗ることは簡単にできるから、
確かめておくべきかな。よし。あそこに氷があるぞ。ちょ、向きを間違えた。まさかタイヤの向きを間違えてつけてるということはないよな。そうだね、さっきブループリントで呼び出したからね。さあ今度こそ何かいいものが入ってると嬉しいんだけど、なんか怪しい感じ。これはカチロックくん。これ普通に体当たりすればいいのでは。あっさまあそうはなるかなみたいな。楽よし。なんかこれは敵っぽいですね。黒リザルホスみたいな。こっちはお宝ではない。注意深く観察。しかしこっちは何も入ってないようだな。よっ、ガツンとかい、ユンボ違う。お、ただの氷だ。あ、いっぱいある。ちょっと待って。こっちだけ、こっちだけ。あ、これ同じ氷なの？一応別々の氷っぽい。ぽい。じゃあこれをここにつけて。よし。なかなか登れない。さてと、ここまではやっちゃうか。遠目からドーン。いいぞ。えい。なんていうかさ、結構物は使いようっていうか。これはちょっと待って、何も入ってない。どうかな。こっちはなんか入っとる。敵だ。こっちはモリブリンだ。もうこれ武器が見えてる。あれ、あ、氷か。上の方はこれも黒ボコだ。なんだ、魔物しかいないじゃん。一応コログの面つけてみる。このうちのどれかに入ってるとかないと思うんだけど。寒い。あ、これ絶対上の方に反応してる。違う。まあしょうがないか。そこに反応しちゃってるね。あえて魔物を復活させるのもちょっとやりすぎは良くない。しかしある意味ではこういうのも気になって全部溶かしてしまう人もいるんだろうな。よし。さてと、ダイヤ型。
ないじゃないか。あったー、なかなか咀嚼だ。ここかな。よし。さてと、お、ライネルっぽいね。うん、あれは白髪のライネルかな。あ、違う、白銀だ。白、いや白髪か。うん、ごめんごめん、白銀だともっと角が鋭いからね。鋭いというか、まっすぐっていうか。よし、車は下にあるはず。またライクライクか。ライクライクはこっちの気配を察知するのがうまいよね。ここで一旦ワープマーカー作っておこうか。いつもこの橋でやるけど、よくよく考えたらここ結構高いところなんじゃないかな。あれ？でも、まあでもワープポイント作っておいて悪くはないはず。ああ、ここはちょっと今外せないかな。でも、ここからこういけるか。まあとりあえず余ってる分は使っちゃう。で、これは消す。うん。よし。ライネルさんはまた今度。おお、音怖っ。うん、一応もう一回お面で調べてみようか。おお、しまった、白くて全然見えてなかった。耐え難い。うん、大丈夫っぽいね。よし、じゃあ巻きつけっぱなしの、いくぞー。名前つけてないからな、これ。ちょっとミネル様邪魔。よし、じゃあ行きますか。せーの、てーい。うおー、だー、いや全然ダメージ受けない、すごくない？逆にあったかーい。しまったー。まあでもまあいいや、ユンボーを頼ろう。武器にスクラビルド、ライクライクの遺跡。お、腰についてるタイプだ。これはちょっと大変なやつ。なあ、触るだけで危なあ。逃げられない。よし、ふん、無理かな。やはり槍じゃないと厳しいかな。とりあえず叩けるだけ叩く。意外と叩ける。よいしょ、乗らないとちょっとやっぱり。あ、でもその代わりクリティカル効果でまたバターンって倒れる。だーだー、まずい。このさ、ふってこう手をねかざすモーション、これをさやってる間は次のやつが出せないんだよね。だからそれをキャンセルするのが大事なんだけど、今ちょっとサボりました。お？大丈夫か？なかなか危ない。うん、このさ、
ガチロック、あのちょっと半透明なところが楽しいんだよこれ。あ、やばい、ダーンキャンセルしたら今度は全然行けなくなった。賢者がいるせいかな。一見これ黒くなってるけど、これも一応半透明状態なんだよね。あ、でもこの角度だとあんまり半透明感出ないな。あー、悪空間行っちゃった。まあしょうがないか。おお、そうなるんだ。へえ、驚いた。ちょっとご飯食べておこうかな。極上チキンピラフ、上チキンピラフ、チキンピラフ。よし、じゃあちょっと戯れも大概にして。あれ投げてこないの。よっ、よし、じゃあ早速ゲルドの槍に、モリブリンの角を。急に火力上がるじゃん。なんか、わあ、できたできた、よかった。よし、適材適所。よし、あれ、車は、ん、どこ行った。あれ、あ、よかった、あったしまった。焚き火の場所を覚えとけばよかった。覚えるというか、今のは見落としていた。うん、ここから気球で上の方に上がっていくという手はず。よし、ガチロックくんとまた会えたら、今度はその氷をね、溶かさないうちに入ってみようかな。あんまり半透明感を見せられなくてちょっと残念。うん、結構こういう段差は気になりますね。なんかちらっと今上の方に何かあったな。コログかどうかはわからないが。これが見えてただけか。うん、でもまあ何もないというのが分かったかな。よし、さあ気を取り直して、ここから南の方へと向かってゴーレムたちにちょっかいを出して、うん、ここまで行ってワープマーカーというかワープポイントを作りたい気もするが、ちょっと時間的には厳しい予感がする。戯れが過ぎる今回。でもカバンダ君がいたからな。カバンダ君でつい時間を食ってしまうのは悪い癖なのにさ、急いでる時はもうこのままでいいかとか言ってやるからなんていうか都合のいい人ですよねっていう。よし、さああれに、突っ込みつつというところか。ちょっと待ってね、高いところにワープマーカーを置いておくべきか。ここは一旦消して、うん、
あ、置けない。そっか。おお。それ迷い、迷いってどうなったんだっけ。洞窟は全部やったんだっけ。うおー。でー。どうもー。いや、君たち結構余裕だね。わ、来ないで。来ないでー。セーフ。じゃあ先にのろしを上げておこうかな。あの買いたてに。買いたてっていうか買いだてって読むのが正しいのかな。お、始まったぞ。参戦。よし、行くぞー。でい。うやこれはひどい。乱戦じゃー。ついでに柵も壊して。国境なんかないんだよ。えい。ああ、上の方に行ってらっしゃい。えい。のやるか、やるか。うえい。降りちゃってやばい。よし。おおおおおお。あ、今の食らうなと思った。画面の処理がさ、ちょっと重くてタイミング取りづらいなと思った。よし。しかし今回は大ダメージ受けるな。弱い服を着てるとこんなにも違うのかっていう。お、え、ちょ待って、え、今ガードジャストした。いや、気のせいか。音がなんかパキーンみたいな。あ、このガチロックの心眼で凍った音か。あ、多分そうだ。びっくりした。モリブリンが盾をさ弾かれたのと同時にパリーンって音がしたから。パリーンっていうかパキーンか。ハマっとる。えい。おー。えい。これを落とされてしまうとちょっとめんどくさいので、ダウンしないから手強い。お、いいよ。なんでそうなる。ちょっと待って。えい。よし、叩いちゃえ。あれ、凍ってる時って何もしないんだみんな。へえ。じゃあこれで。わあ、押してしまうな。楽しいけど。お、やるね。ふう、なんとかゴリ押し切った。いやー、たまには乱戦も楽しいね。意外とこういうなんていうか、三すくみというか乱戦ポイントって少なめですよね。もうちょっとあればな、どんどんゾナウマシンをぶつけるというか投入するんだけど。よし。これができないっていう状態から、う、できないみたいなね、この状態。これはこう武器を取り出すモーションとかでキャンセルができるので。あれ、ミネル様、なんかせっかくテクニック的なものを紹介しようと思うとうまくいかないっていう。あと賢者が近寄ると普通にできなくなるしな。
できない、できるみたいな、このめんどくさいテクニック、これブレスオブザワイルドの頃からこのテクニックはあるんだけど、なかなかティアーズオブザキングダムでは使う機会がない。よし、おお、これはルッチマーコーチはまた今度かなみたいないやでも楽しかった。うん、あとはもうちょっとこの辺りを見ておくか。せっかく、ん？ここ全然見てないんだ、丸ごと。へえ、大変だな。あとは、こことかここは見ておくべき。遠目から見た感じは何もないようだったけど。しまった、ここ行くの忘れてた。でもまあ、ど真ん中だから。どうなんだろう。今回もたっぷりと楽しんだせいで、逆にその自分の首を絞めている気がする。うん、というわけで登りましょうか。自分の尻拭いをする必要がある。お、ニックキー、エレキース。弓はツバメの弓。お、キョロキョロ。よし、さすが構えるの早い。うん、狼たちは群れでいるから、またなんていうか、そのあーっと、おお、あ、今のは外したなと思った全然当たらんじゃん、悔しい。偏差射撃ができてない。うん、よし、あとは下の方。あまりこういうところにコログがいても困るなと思いながらも、うん、よし、とりあえず上は見ておきましょう。わあ、まだまだ上、まだ上。やっぱりなんていうか、気軽に降りるものではないなと。熱い、これは普通の上昇気流に ならない。ありがとう。普通の上昇気流ってなんだろう。ハイラルボックリの上昇気流がかなり強いせいか。うん、岩が転がっている。何かがいる様子はないかな。よし、そういえばそこの建材、カバンダ君用なのかな。一応近づいてみよう。どうもそれっぽい。ん？なんでこんなにいっぱいあるんだ。逆に怖くない。ほう、これで何かを組み立てろってことなの。よくわからんが、よし、特に使うあてもないし。うん、眺望台のその建材とも思えないやつだしな。
向こうに渡ることができるようになるような橋が作れるとかにしては遠いしな。多分カバンダ君用なんのかなみたいな。よし、じゃあ最後はカバンダ君の看板と一緒に終わろっかな。意外と終わってみたらあっさりっていう感じでしたけど、うん、最後はこの安定感のあるなんていうか根元、結局カバンダ、あ、カバンダ君に会いに行かないと。一から村行きましょう。よし、さあコロッと分解。カバンダ君はえのき田さんのところにいるのかな。とりあえずパウダさんのところに寄ってみて。サボった。サボった？まあ。うん。マイホームね。もうちょっとなんていうかその収納スペース的なものとか作りたいんですけど。うん。娘のウィッタも早く自分のマイホームを持ちたいって言ってて、ブワッ。うん。ウィッタちゃんは向こうで元気でやってます。うん。さあしんみりしたところで、ふむ。ああ、まさかの。これ破壊できるオブジェクトなの？これ。このレールカーはえのき田さん手作りの世界に一つしかないもんなんですから。ごめんなさい、もうなくなっちゃいましたこの世から。やばいやばい、早すぐ直さないと俺が怒られちゃうよ。これがこうだっけかな。そんなんで治るような状態でした。今バラッバラでしたけど。レールカーはゾナウギアっていう貴重な材料が使われてるから修理も大変なんだよな。ごめんなさい。なんとか形にはなりましたが、修理も簡単じゃないんですから。大事に扱ってくださいね。はい。いやでもね、そんなにやばいものだと思ってなかったっていうか、そのなんで叩かなきゃいけないような作りにしておくんですか。逆ギレ。うん。一から村。いいね。わあ、ユンボ。おお、止まれー。ちょっと止まんの遅ぜ、遅、うおー。タイミング。よし。だだっという間にだだっと解決。うん。分解するププンダ君にはいつもお世話になっております。カバンダ君はどこ？ん？あ、一瞬このさ、なんていうか明かりがカバンダ君のあの支柱かなって見間違えた。カバンダ君ってさ、看板がないとさっぱりどこにいるかわからない。センサーで探せるっていうもんでもないだろうし。あ、しまった、えのき田さん、そっか、魔物コレクションのところに行くのか。こっちのいわゆる現場じゃない方か。どうなんだ、ちょっと待って。おお、カバンダ君普通にここに来るものだと思ってたけど、魔物コレクションの方か。そうかも。うん、じゃあ戻るか。本当か、見落としてないか。うん、人はいないよね。くーよ、張り付いちゃえ。
ワープで戻ればいいところ、俺はレールカーで楽しんでいる。こういうレールとかもあまりそういえば見ないね。最近は空島ではたびたび目にするものだけど、地上でこういうレールがそもそもあることがほぼないしね。かといって空島にもよくあるものではないけれど、意外とこういう何かものづくりをして簡単に渡っていくっていうのは祠とかはあったけど、意外とないシチュエーション。おお、ギリ。よし、今まであんまり見たことがないところを見てみた。萩さん、さっきはすいません。あれ、いないじゃん。カバンダくん、ちょっと待って、せっかく会いに来たのに。今日が乗ってきたな。カバンダくんは、あれやっぱりどこかで見落としてるっぽい。カバンダくん、カバンダくんは村の入り口にいるとか、確か一から村にって言ってたよね。監視砦ではなかったはず。あまりにもカバンダくんの看板しか目に入ってないから、ああ上とかかな。でもこっちはえのきださんのマイホームだからな。違う家の中にとか。やっぱり向こうにいたのかな。ちょっと探してみますね。カバンダくん、どこにおるんじゃ。あとえのきだ看板と縁がありそうな場所、どこだろう。わからん。あ、これはつけられない。いない。マジでカバンダ君はいないの、それともどこかにいるけど俺が見落としてるだけ。おお、まさかマイホームの方にあのグラネッダさんと一緒にいるとか、そういう話？困りました。リンゴの木もなってます。うわー、びっくりした。びっくりした。ぼーっとしてたからびっくーってなった。じゃあしょうがないから今回は諦めるか。カバンタ君もしもね、違うところにいるというか監視砦の方には行ってないんだよな。一から村に行くって聞いたような気がするけど、俺のテキストの見間違いかな。結構そういうところあるからな。グラネダさん、ハロー。あの看板立てたいんですけど、看板屋さんはいませんか。さあ、というわけで残念ながらね、カバンダくんが見つからないというそういうオチになってしまいましたけど、とりあえずその全てのね看板を立てることはできたというのが
何よりも大切ということにしておきましょうか。さすがに屋根とかにはいないよね。大体の家は見て回ったしな。なるほど、昇進のリンク、女神様に癒してもらいます。リンク、何ですかその看板、私の看板も作ってくださいみたいな話をしてるとかしてないとか。はい、ハートも減ってたしちょうど回復できていい。なんかすごく暗くない？こんな感じになるんだっけ。これも女神のなせる技なのかも。今まであまり周りのこと気にしてなかったな。はーい、あ、暗いっていうか綺麗な星空。市倉村の夜ってあんまりそういえば見てないかも。やっぱりこの街灯かっこいいよね。これいいセンスっていうか俺の好みに合うっていうか。まあカバンダ君とは会えなかったので、俺がその代わりにね、えのき田さんの看板になるということで、じゃあ今回はここで一旦区切っておきたいと思います。ちょっとよくわかんない終わり方だけど、まあこれもいいんじゃないかなと思います。じゃあまた次回よろしくお願いいたします。